日のこと、宮坂は登る杉術力を企画、どちらが優れているのか、徹底解説。文章。こんにちは、皆さん。今回は、日本の女子ゴルフ界を代表する二人の選手へ、渋野日向子さんと宮里藍沙のゴルフ技術企画を比較してみたいと、思います。どちらの選手が優れているのか、気になる方も多いのではないでしょうか。まず、渋野日向子さんのゴルフ技術力について見ていきましょう。彼女は、まだ若干20歳と若いですが、早くも数々の大会で活躍しています。彼女の特徴は、驚異的な飛距離と正確なショットです。ドライバーショットでは、男子プロゴルファーにも、気を食わないほどの飛距離を出すことができます。また、アイアンショットやカットにおいても安定感があり、プレッシャーのかかる場面でも冷静にプレーすることができます。一方、宮里藍さんは、日本を代表するベテラン選手です。彼女は数々のメジャータイトルを獲得し、その実績は非常に高いです。宮里さんのゴルフ技術力の特徴は、精密なコントロール力と戦略性です。彼女のショットは常に正確で、風や地形の変化にも柔軟に対応することができます。また、彼女の戦略的なプレイスタイルは、相手選手を圧倒することができる強みとなっています。では、二人の選手のゴルフ技術力を比較してみましょう。渋野日向子さんは若干に10歳と若いため、まだまだ成長の余地あります。彼女の飛距離と正確性は非常に優れていますが、まだまだ経験不足の部分も見受けられます。一方、宮里藍さんは、ベテラン選手としても経験と実績がありますが、年齢的な面で若干の衰えも見られます。結論としては、二人の選手のゴルフ技術力はそれぞれに優れた特徴を持っています。渋野日向子さんは若さと飛距離、宮里藍さんは経験と精密なコントロール力な魅力です。どちらが優れているかは、個人の好みやプレースタイルによって異なるでしょう。皆さんは、渋野日向子さんと宮里藍さんのゴルフ技術力についてどう思いますか？どちらの選手が好きですか？ぜひ、コメント欄に意見をお寄せください。あなたの声をお待ちしています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ、あなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。